エルグレコは、現在のギリシア領クレタ島、イラクリオ出身の画家。本名は、ドミニコステオトコプロスで、一般に知られるエルグレコの名は、スペイン大法前に、イタリアにいたため、イタリア語で、ギリシャ人を意味するグレコにスペイン語の男性提冠し、エルがついた通称である。マニエリスム後期の巨匠として知られる。マドリードにある、プラド美術館には、グレコの作品が多数展示されている。 グレコの作品に書かれたサインヴェネツィア共和国統治時代のクレタ島の管理やゲンイラクリオに生まれイタリアを経てスペインに渡りトレドに暮らしたギリシア人でありながらフェリペ二世に仕えようとしたがグレコの作品はフェリペに評価されず宮廷画家になることは叶なわなかったグレコは晩年に至るまで自身の作品にギリシア語の本名でサインをしていた グレコの現存する作品のおよそ85%が聖人画を含む宗教画であり、10%は肖像画となっている。グレコは絵画だけではなく彫刻や建築の構想も手掛け、特にスペインにいた時期は建築に強い関心を寄せたが、実際に建物の建築をすることはなかった。一方でグレコは自分が描いた油彩画が収められる。 祭壇ついたての設計、工房の彫刻家の人物像の原案の素描を、建築家と共に祭壇ついたての設置される礼拝堂の建築、最高の公案なども手掛けた。聖神女終身グレコは1541年に当時、ベネツィア共和国の支配下にあったクレタ島の首都であり、公主であるカンディアで生まれた。ビンティン帝国は年、オスマントルコによって、 国としての歴史に幕を下ろした。しかし旧支配地域では、ビザンティン美術の伝統である、ポストビザンティンが残っていた。それは、カンディアでも変わりなく、宗教祭事及び図像学的に、カトリックとは異なった世界が形成されていた。グレコは、その影響を受けて育った面もある。当時のグレコの作風には、ポストビザンティン美術の影響が見られる。カンディアでは、このように、 後期ビザンティン美術の伝統を継ぐ画家となり、同時に独学で部分的にイタリアルネサンス美術の手法を取り入れたと考えられている。1563年には遺婚画家として独立していた。1566年に親方であるグレコがカンディアで金字に書いたキリストのナン図があり、それをくじで売却するための査定の許可を求めている。また同年、 トマス・バレストラスにより、テオトコプーロス兄弟が何らかの形で苦しめられていたことに対して、バレストラスがそれをやめなければ、ガレー戦送りにするというベネツヤ政府の公文書による警告が残っている。1561年から1565年は、ギリシアの技術で、イタリアでのやり方で働く予定だったらしく、ヤコボ・バッサーノの門下の関係にあったことが指摘されている。 グレコによるジュリオ・クロービオの肖像グレコは1567年の春夏、遅くとも1568年の春夏にギリシャ系クロアチア人、ジュリオ・クロービオの推薦を受けて、ベネツィアに渡っていた。その際、ピツヤノのベチェッリオに、弟子入り、もしくは工房の外でその様式を学んだ可能性の方が、高いことが指摘されている。これによりグレコは、 ビサンティン方式の一切を放棄したわけではなかった。しかし色彩や遠近法、解剖学、油彩技法の使用などの点で、ベネツィアルネサンス方式を習得していった。他にも、ベネツィアで、西欧流の技法や図像、地図制作の知識を習得した。当時ファルネーズ家は、教皇パウルス三世を輩出して、以来、美術の建築のメセナとして、世に知られていた。 グレコは移住の際当時のスペイン人聖職者や人文主義者などがしばしば訪れていたアレッサンドロ・ファルネーゼ数奇教の知的サークルと交流を持ちパラッツォ・ファルネーゼに自由に出入りができた。また、それゆえに同家のカプラローラにあるパラッツォ・ファルネーゼの装飾にも参加したと考えられている。1570年までベネツィアに泊まった。1572年7月6日。 突然グレコは、ファルネーゼ数奇教に、突然の解雇についての釈明の要求と撤回の単眼をこう手紙を出しており、この頃にはすでにグレコが解雇され、その上単眼も届かなかったことがわかっている。同年、サンルー科学組合に、ピットオレアカルテピットレエカルトとして登録され、加入している。当時イタリアの労働組合の構成員は親方に、限られていたことから、 この時までにグレコは親方として自分の工房を持っていたことがわかる。これ以降グレコの絵画はイタリアの影響が色濃く反映されており、主に個人の顧客向けの肖像画や小型の宗教画を描いた。当時のイタリアの絵画の主流はベネツィアからローマに移っていったため、30歳を迎えようとしていたグレコもジュリオ・クロービオの推薦を受けてローマへ移動し、 1576年から1577年の間定住した。ローマでのグレコの主なパトロンはフルビオ・オルシーニであった。後に勉強のためイタリア各地を放浪し、その後にスペインへ渡ったと言われる。グレコがスペインを目指した理由は明確ではないが、1577年の春にはマドリードにいたことが記録されている。 グレコが到着した時代のスペインは、レコンキスタでの勝利とコロンブスによるアメリカ海域での新世界の侵略、そしてカール5世の国王就任により急激に力を強めていた。仕事以外ではトレードに定住するようになったが、この時期彼は作品の査定額や技術的問題、図像上の問題で、グレコ自身やその顧客による訴訟が起こされたことが記録に残っている。 トレドにグレコが向かった理由は当時神のごとき存在であったミケランジェロをローマで酷評したことが原因と言われる。グレコはローマにいられなくなったという伝説が残るほど辛辣は評価をミケランジェロの絵画に下した。一方でミケランジェロのデッサンに対してはグレコは絶賛している。当時スペインの芸術家たちは視覚芸術を自由学芸。 もしくはアカデミックな知的活動であるという認識は広がってはいなかった。そのため、フェリペ2世の支援があったにもかかわらず、芸術家たちの社会状況は、イタリアと比べて、ひどく劣ったものであった。スペインでの初仕事として、大聖堂から、聖位剥奪、サントドミンゴエル・アンティーグを修道院からは3つの祭壇ついた手を依頼された。聖意剥奪の完成後、 作品を受け入れた大聖堂はキリストに対する冒徳を理由に報酬を踏み倒そうとした。グレコは裁判で争うが大聖堂はグレコを異端審問にかけるとほのめかし結局調停案を受け入れた。1582年には異端審問書で隠れイスラム教徒の権威をかけられたギリシャ人少年の通訳を務めている。グレコによるオルテン氏を フェリス・パラビシーノの肖像をフェリペ2世に依頼された、聖マウリティウスの殉教が、エルエスコリアル修道院の聖堂を飾る、祭壇画の一つとして描かれたが、1584年にヒエロニムス会始に受け入れを拒否された。これ以降グレコは、次第に工房を広げ、主な仕事として、修道院、教区聖堂、礼拝堂の祭壇ついたての一括制作をしつつ、トレドの町と、 その大司教区にあたる修道院や教区制度のための制作も引き受けるようになった。この時期様々な礼拝堂の依頼を個人で、または息子と連名で契約を結んだが、それらの中には実現しなかったものもあった。1603年、グレコはイリエスカスのカリダードセリョインと祭壇ついたての制作契約を結んだ。しかし1605年8月に、 その評価学をめぐってセリョーインと対立した。セリョーイン側は、祭壇ついた手全体で2436ドゥカート、都市、慈愛の聖母の画中に描かれている左をつけた肖像画をセリョーインにふさわしい人物像に描き変えることを要求した。最終的に1608年2666ドゥカートがグレコ側に払われることで決着した。 1612年から1614年にかけて、グレコは自身の母妃のために、サントドミンゴエル・アンティグを聖堂に羊飼いの礼拝を制作した。本作は、プラド美術館に所蔵されている。1614年3月31日に、遺言状を作成し、その中で、ホルヘマヌエルを相続人、ルイス・デ・カスティーリャと修道し、ドミンゴ・バネーガスを、その執行人としたグレコは、 同年の4月7日に、カトリックの臨終の秘跡を受けこのよう去った。その際友人で、修道士、詩人でもある、パラビシーノは、以下の墓姫を捧げている。クレタは生と、エフレをグレコに授け、トレードは、グレコの最上の祖国となり、死と共に永遠に生き始める。クレタルディオラビーダ、ワイロースピンスルズ、トレドメホールパトリア、ドンデエンピエザエー。 ラグラー・コンラム・ウェルテ・ター・アニー・ダディス遺体は、トレドのサント・ドミンゴ・エル・アンティーグを教会の地下に保存されており、棺を上から、教会部会社でも見ることができる。ろうそくに火を灯す少年ルネサンス期の流行である古典の記述に基づいて、失われた美術品を再現したと言われる作品。本作は、プリニウスの博物史にある記述に基づいて描かれた。グレコの功績は、 画家としてのものに限らず、多数の文献を所持し、所持した図書の中に多くの書き込みをした。具体例として、ジョルジュ・バザーリンによる第2版美術家列伝やダニエレ・バルバロの編集した、ウィトル・ウィウスの建築住所を所持していた。知識の活用という点では、博物史に基づいて、萌えを吹く少年に見られるエクフラシスが描かれていることからもわかる。グレコの愛人ヘロニまで、 ラスクエバスと言われる、肖像画。記事カンディアでの家族で判明しているのは、管理である父のヨルギと10歳年上であるマヌーソスという兄がいたことである。グレコの家庭は、正規のカトリックではなく、家族はベネツィアの協力者として働いていたと考えられている。1578年、グレコはトレドの職人家庭の出身であるヘロニマで、 ラスクエバスという女性との間に息子を一人、設けている。この息子は前日のグレコの父と兄の中から、ホルヘマヌエル・テオト・コプリと名付けられ、父と同様に画家を目指したようであるが、彼の作品は、父の形式を真似たものに止まったようである。また、ヘロニマとの関係そのものもうまくはいかなかったと、考えられている。グレコは、ヘロニマとは37年間トレドで同棲した。 しかし、ホルヘマヌエルは愛し被着室氏の汚名を、祖号としたグレコであったが、ヘロニマとの結婚はなかったことから、1614年まで制裁が生きていた可能性がある。しかし、これに対して、明確な答えは未だ示されていない。スペインへの移動の頃から、イタリア人の画家である、フランシスコ・プレボステが助手としてついていた。この助手は死ぬまでグレコの助手として働き続けた。また、 ルイストリスタンは弟子であり、彼の場合宗教画にボデゴンの要素を入れていた。スペインでグレコを支えたのは、グレコの肖像画に描かれた少数の知的エリートたちであった。フランシスコ・パチェコは1611年にグレコのアトリエを訪れた際、辛辣な言葉を吐く、優れた鉄人と学者的知性を褒める一方、様々な色彩をバラバラのままに残して過感さ。 卓越ぶりを装った荒っぽい下描き風の貧しくなるような制作態度と酷評した。貴族の趣味を反映したマニエリスムは正規ルネサンスの直後一世を風靡した。しかし背景の知識がいる分難解で一部のエリート層に向けられたものがカトリックの文脈に合わないとされた。その結果マニエリスムは16世紀以降敬遠され、グレコは マニエリスムともども忘れ去られていった。そして、17世紀は、現実感のある、自然主義的な描写が好まれるようになった。ベラスケスと、同時代の宮廷画家であるジュゼッペ・マルティネスは、未完の著作、高貴なる絵画芸術実践講義にて、極めて奇抜な手法を持ち込んだと述べ、後に、グレコの絵画に対する上等句である、奇抜なを生み出した。また、 彼は有名な建築家でもあり、その講義はとても雄弁なものがあったと記し、グレコの建築家、雄弁家としての側面を示した。それは、アントニオ・パロミーノによる重要な著作、絵画芸術と資格規範の略伝、ドミニコ・グレコ画家、彫刻家、建築家に影響を及ぼしたと考えられる。つまり17世紀においてグレコは建築、彫刻にも優れた。 芸術家であったことが認識されていた。マリーアースはベラスケスが前日のパチェコの訪問についていった可能性を指摘しているが、彼と弟子のルイストリスタン、息子のホルヘマヌエル以外の同時代、もしくは17世紀の画家にグレコの影響を生み出すことはできない。その後18世紀も奇抜な画家としてのグレコ像は変わらなかった。1819年にプラド美術館が開館するが、 当時グレコの作品は一点も所持されていなかった。京プラドが所蔵する作品の大部分は、ラトリニダード美術館から遺憾されたもので、当時グレコはベネツィア派に分類される画家だった。1808年から1814年にかけてのナポレオンの侵攻を辛くも撃退したものの、スペインでは戦時中にフランス軍によってカトリック教会の財産が略奪され、 所持していた多くの絵画がスペイン国外へと流出した。皮肉にもそれはピレネー山脈より北側でのスペイン趣味のブームを引き起こした。グレコが再評価されるようになったのはパブロ・ピカソの若き活躍の時代であり、ムダル・ニズマの時代に該当する。グレコの作品はアカデミズムに対する反、体制的勢力から極めて前衛的なものとして祭り上げられた。 原因は1898年に米西戦争が勃発し、スペインが敗北したことである。この結果今までアカデミズムとして組み立てられた、スペインの栄光が去ったものとされ、スペインの栄光を再発見する必要に駆られた。そこでグレコはギリシア人であるがカトリックへの信心があると考えられ、ある種のステレオタイプが作られた。その結果彼の画風は、 狂気の沙汰という理由や乱視説が歌われるようになった。これらの誤った学説は1960年代以降の新発見で撤回された。その後19世紀末にバルセロナにてムダルニズマの画家であるサンティアゴル・シニオールとイグナシオスロアーガの二人を中心にパブロ・ピカソらによってグレコの評価は復権の機会を得る。特にピカソは若年期の作品群である。 青の時代や彼が残した素描のメモなどにその影響が強く見られることが指摘されている。またポール・セザンヌは表現主義の画家であるフランツ・マルクによってその類似性が指摘されているなど随所でその影響が見られる。20世紀前半には西洋美術の研究において無視されてきたマニエリイスムに光が当たるようになりグレコの復権にもつながった。 1960年代から1981年にかけてエル・グレコが自筆の注釈を施した書物が多く見つかっている。1983年にギリシアのシロス島から聖母の眠りがフルネームで署名された遺恨として発見され、結果グレコの画業のルーツが証明された。2000年にはグレコがファルゲーゼ家に突然の解雇に対する誓願が記された手紙が、 発表された。日本においては1584年に天照剣王少年施設がグレコがトレドで活動している時期と同じくして来訪しており、作品を見ている可能性が指摘されている。受体告知が大原孫三郎と小島虎次郎の手によって購入され、大原美術館に常設展示されている。他に国立西洋美術館にグレコ作、 十字架のキリストが所蔵されており、日本にあるグレコ作品はこの2点のみである。また、第二次世界大戦中特命全権講師としてスペインに赴任してスペイン美術を収集したスマヤ吉郎はグレコを高く評価し、そのコレクションは後に長崎県美術館に寄贈され展示されている。トレドにあるエル・グレコの家グレコがトレドで暮らしていたとされる家を 20世紀に改装してできた美術館。グレコの住んでいた当時に合わせて台所、寝室、書斎、アトリエなどが復元されている。なお名称はグレコの家ということになってはいるが、実際に彼がどこに住んでいたかということは未だ明確ではない。ありがとうございます。